それこそ僕割とそのジャニーズの中でお金が好きだっていう公言してる人間なんです割と。自分でね。そうそう、お金にシビアだっていう話をしてる人間で、ジュニアの頃にその合宿所に泊まったらそのジャニーさんの1万円がなくなったっていう騒ぎがあったんですよ。マジでやってないのに最終的にずっと最初から最後までお前だよ、絶対お前だよ、お前お金に汚いもん